はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ユーロトラックシミュレーター2ライブ配信始めていこうと思います。今回はヘプロボンツ続きをやりたいと思います。で、次回あたりで再びプロジェクトジャパンやっていきたいと思います。なのでですね、 1.51 が発売されましたが、引き続きですね、プロモツおよびプロジェクトジャパンの 1.51 版がまだ出ていないので、 1.50 でプレイしたいと思います。なんかいろいろあるけど、ラジオあるけど、ラジオ置いといて仕事をやろう。いつも通りクイックジョブ。前回どこまで行ったっけ？前回はどこまで行ったっけ？ノルウェーの西岸上がっていって、ラクーセルズってとこ、待ってくださいよ。ラクーセルブってとこまでですね、行きましたね。どこだ、ラクーセルブって。ノルウェーの北部。もう北部も北部も、ここだ。は結構エストニアまで行かないといけないんだ。ちょっとこれ、まあさすがに、一気に南下しすぎだよな。スパーバルまで行くんだ。スパーバルって行ったことあったっけ？わかんない。強気からはすごいコースがたくさんあるな。まあベルリンまで行ったりをするんだけどね。ストールレットはどうか。なるほどね、こういうルートもあるんだ。ルーレロ、ボード、ボードは短いな、距離が。ムルマンス、サンクトペテルブルグ。なるほど。ナルビクが4つ、ボードは短い、ムルマンスク。ここはムオニオは、なるほどね、ストールリットが、ルーレロがあって、強気が、なるほどね。ここは短いな。オール。オールを短い。ここらを短い。梅をも短い。まあ、とりあえず、ストールレッドからロング、イエール、ビーンまで行ってみますか。身長、前回すごい、7回も。転倒したんで、
慎重に行こうと思います。結構こんな感じかな。引き受けます。6分30秒。行きましょう。目的地への案内を開始します。ストールレッドってとこへ行くんだな。ナビを再開します。ちょっとバックして、ナビを再開します。ナビを再開します。ナビを再開します。どっち行く、行けって言ってんだ。いや、そんなはずはない。方向としてはどっち向いてるとか書いてないのかな。
なんか前回と反対の道歩んでるような気もするけど。大丈夫なのかな。左車線を走行してください。左に曲がれと言ってる。左方向です。この橋を渡ってからか。左方向です。なんだろう。山越えだよな。なんか国境がある。ノルウェーからさらに。フィンランドへ。東に向かってるんじゃないかな。
ちょっと危なかった。なんだろう、カレッサアンド。曲がれって言われてるな。その先、左方向です。あれか。左方向です。
その先、左方向です。左方向です。すごい針葉樹林。直進です。いや、直進って書いてるけど進むなって言われてる。こっちに行けってこと？あ、それっぽい。またノルウェーに戻るんだ。
き右方向です。右方向です。箇所箇所区ロータリー一番目の出口です。まだまだある。ロータリー2番目の出口です。出口です。鉄道沿いに通るんやな。ちょっと狭いな、これ道が。
坂を上がっていってる。峠にでも行くつもりか。そうか。なんか橋があるが、フィンランドと国境の橋か。今西の方を通ってんのか。タナブルー。橋がある。
行です。ロータリー2番目の出口です。出口です。燃えてる。燃えてますね。湖？バッツェ？ロータリーか。あるんだ。動物？
ごい坂なんだよな、ここ。特に雪の時は地獄。あ、どうやら。その先、左方向です。左方向です。メリーか。直進です。バルデでフェリー乗る。これか。あ、ここに、ここから乗れるんだ。行こう。ナビを再開します。ナビを再開します。あ、もうここ終点だ。入り口のところで。スパーバル諸島。この奥だな。右方向です。右方向です。あれだ。目的地に到着しました。お疲れ様でした。全然どうだ？行けんのか？曲がるかな。やっぱり曲がるか。それならダメージを食らってしまった。入った。非常に良い。さあ、次は
どこへ行きましょうか。アルタっていうのはノルウェーさっきのとことほとんど変わらない場所だな。さすがにそれはちょっと嫌だ。そんなのは嫌だっていうことで、カンダラクシャこれに引き受けましょう。目的地への案内を開始します。どうかな？左方向です。左方向です。その先、右方向です。右方向です。ナビを再開します。なんかすごいな。その先、右方向です。右方向です。その先、しばらく道なりです。直進です。その先、左方向です。左方向です。その先、右方向です。右方向です。ね、フェリーへ向かっていくってことで、スカンジナビア半島に戻っていくってことですね。
再開します。2つあるコースが、ね、バルデがキルケネスの方が近いな。キルケネスの方に行こう。ナビを再開します。これは、あれだよな。ここはバルデで、ほとんどどこから来たんだっけ？ストールレッドだっけ？ストールレッドか。ストールレッドだったら。今キルケネスここだよな。に戻りましょう。
ぽいな。その先、左方向です。左方向です。直進です。国境？国境っぽいな。大丈夫か。ロシアなんだ、ここ。
残り時間っていうのは書いてない、なんか。まあでも500キロだからいけるでしょ。だけガードレール。カン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 。わかんないな。あ、すごい、橋が。またなんかある。また国境か。なんだろう。元がまっすぐ通じてたのか。
ごいな、ナビアは。右車線を走行してください。その先しばらく道なりです。直進です。ん？あ、びっくりした、びっくりした。鉄条網がなくなった。またなんかある。なんだろう。まだすごいな。なんかすごい道路の状態が良くなってる。やばいやばい。
道路の状態、そうは曲線っていう意味では結構いいな。高速みたいになってる。ムルマンスク、市街地に入ってきたんだ、これ。車線を走行してください。その先、しばらく道なりです。直進です。直進？右折かみたいな感じか。ロータリーか。ロータリー1番目の出口です。出口です。あれ？直進です。その先、左方向です。行って左方向です。左車線を走行してください。左車線を走行してください。何度かこれ
右車線を走行してください。走行してください。その先しばらく道なりです。直進です。その先、右方向です。うん？右方向です。えか。転倒せずに行けたのは良かった。神田楽車。ロータリー、3番目の出口です。この先？どうなんだ。
その先、左方向です。左方向です。目的地に到着しました。お疲れ様でした。この先、ニケリ、ムルマンスク、カンダラクシャ、カンダ、ロシアはこの4つか。とりあえずロシアのカンダラクシャってとこか。
このクエスチョンになんかあるね。シェールとか、ここもなんかありそうだし。今お金は35万あるんだ。だいぶ増えたな。まず東側に一つ持っておくといいかもね。はい、ということで、ロジスティックマップなんていうのもあるんだ。はい、ということで、ここを今回ここまでとなります。よろしければチャンネル登録、動画の高評価お願いいたします。 TwitterX のアカウントのフォローもぜひお願いいたします。ということで、ユーロトラックシミュレーター2プロモンツ、お届けいたしました。次回はプロジェクトジャパンをおそらくやるかと思いますので、ご期待ください。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。